ラジオネーム、トゥーパンプさんからメール、ランチタイムメールいつもありがとうございます。ザスパ草津群馬のサポーターさんの間で、セブンイレブンのお切り込みが話題になっています。ザスパの本部長さんが、個人のツイッターから発信した写真がきっかけになったようです。群馬県産の地粉を使った野菜たっぷりのセブンのお切り込みが、ザスパのサポーターさんたちのパワーになってるみたいです。あーちゃんリストの皆さん、うんまいランチをしっかり食べて、今日も一緒に頑張りましょうといただきました。これ美味しいんですよね。キノコ、人参、里芋も入ってますね。ほんと具沢山で、下のおうどんが全く見えないっていうぐらいね。半日分ですね。の野菜を使用しているということ。野菜ね、取れるみたいですよ。ぜひ皆さん、セブンイレブンのお切り込み、ぜひ食べてみてください。ありがとうございます。